ます。また何かイベントあれば。お楽しみにします。じゃあまた来年年一ぐらいにやる感じ？このクリスマスは来年もやりたいです。わかりました。はい、でクリスマス以外にもなんか考えたり、やっぱりちょっと暖かい時期とかにやりたいなとか、うんね、日頃、うん、まあいろんなお付き合いをしている人たちもいたりするので、うずうずしている人たちもちょっとお誘いしてですね。まあ、例えば、まあ、今回温泉街になってるんですけど、暖かいところはね違う場所でみたいな。ね、あのね市内、まあ市内限定ってわけでもないんですけど、まあ、うん、市内であればどこでも。ちょっとゴミあるなって場所があったら、うん、どこでも行くということで、ね、なんとか企画しますので、わかりました。じゃあまた進む際にまた連絡を。ありがとうございます。すいませんでした。はい、お忙しいな。いえいえ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい。そんなにたくさんではないんですけど、あのタバコの吸い殻が結構ありましたね。今日は朝早く、まあ、8時からってことなんですけども。そうですね、8時から、はい、ご苦労様でした。ありがとうございました。名前よろしかったら。はい、神山田温泉の松崎です。今日のやったイベントは何ていうイベントなんでしょうか。名前的にはですね、はい、あのクリスマスゴミ拾いっていうその全国的に広がりのある、はい、あのイベントの仲間に今回ちょっと加わってですね、クリスマスゴミ拾い in 信州千曲市という名前が正式名称です。それでその、はい、入れたちと言いますか。そうなんですよ。これね、一応ルールで、あ、そうですか。あの帽子だけとかでもいいんですけど、はい、一応まあそ なんかサンタクロースとかトナカイっぽいとか、はい、そんな感じでやる。なんか赤いものをつけろとかって言ってたことありますけどね。そうですね、赤い服でもいいですし、まあ、神山田温泉を中心にということなんですけども、はい、かなり広い範囲だと思うんですけども、そうですね、まあ、全部は回りきれないんですけれども、はいはい、まあ、主だった本通りですとかね、歩道のあるようなところに割とタバコが多いので、まあ、そういったところ、あるいはあのスナックがたくさんあるところとかで、はいはいはい、タバコの吸い殻結構ありましたんでね、まあ、そういうところも中心に、また今日リサイクルやってたりして、大勢あの市民の方もね、出ていて、まあ、なんだろう、あの集団っていう、変な格好した人いっぱい来たけどっていう、なんだろうってね、まあ、ゴミ拾ってんなっていうので、またそれがいいんじゃないかな、そうですね、あのなんかこう、きれいにしたいっていう気持ちの人がいるんだなってことを分かってもらえたり。自分も拾えば、あ、街きれいになるって思ってもらいたいなと思うんです。去年から参加をしていた川中島駅の周辺のこのクリスマスゴミ拾いが、はい、昨日だったんですね、はいはいはい、昨日で参加したかったんですけれども、はい、あの千曲市の市役所で開催されたあのクリスマスマーケットありました、ね、そっちの方に用事があったので、で行かれないということで、じゃあ急遽地元でもやってみたいなということもあったので開催後翌日ということを今日に設定しました。まあ昨日は大雪だったんですけども、そうですね、その後だということで、今日もかなりもう、まあ、窓の外見ながらヒヤヒヤしてましたけど、はい、案外月も昨日ね出ていて晴れて、まあ、寒かったですけど、あのゴミもそれなりに拾えて良かったと思います。あの商売されてる方も多いので、うん、まあ、お店の前とか周辺を掃除していただいてんだなっていうのが分かりました。まあ、日頃からきれいにされてる方が多いってことでしょうかね。はい、ここはどういう予定なんでしょうか。まあ、あの来年以降もですね、このクリスマスゴミ拾いという名前で参加をしていくのと、またあの季節を変えて、はいはいはい、ゴミ拾いイベントできればいいなと思います。でね、河川敷が結構汚くなってたりするんです。あ、今日も行かれたんですか。今日は行かなかったんですよ。行かなかったんですか。やはりね、そのお店に面してるとかじゃないので、あ、そうかそうかそうか、ここってその綺麗なね河川敷、あの川の流れを見るのに、一つの観光資源でもあるので、そうですね、まあ、この年内にね、まあ、個人的にはもう1回ぐらいあの河川敷の清掃をやりたいと思っています。まあ、一番のその綺麗な、まあ、水辺ということなんで。そうですね、結構あるんですよ。なるほど。あの堤防の道路の上はタバコの吸い殻があって、はいはい、多分車から捨てていく方がいるんだと思うんです、はい、あと空き缶だとか、あのコンビニのね袋に入ったお弁当の入れ物とかね、いっぱいありますんで、まあ持ち帰ってほしいですね。お客さんがたくさん入ってくる時期ってあると思うので、あの5月の連休前とかね、そういう時には必ず、まあ、綺麗な街でお客様をお迎えしたいということなので、折々やっていきたいと思います。今日はお疲れ様でした。どうもありがとうございました。